滋賀県久留本郡の一留本郡は滋賀県にあった郡1879年に行政区画として発足した当時の郡域は下記の区域にあたる。2010年の国勢調査に基づく面積は2 3 9 2 0トル人口は30万4656人。和名類受賞などでは久留本郡とも記される。はじめは、 栗本軍と呼ばれていたが、やがて栗田軍と変化した。大法律領での格は下軍。古代には大見国府が軍内の世田に置かれた。お会石、和名類受賞に記される軍内の里は次の通り。括弧内は訓読み。なお、和名章では栗本と表記される。演技式新名調には以下に示す。大社に座二社、小者六座六社の、 計八座発射が記載されている。大こそ二社は、名神大社である。長京年間には、室町将軍、足利義直が、六角高よりを討伐するための人所を、狂本軍の針に構えた。この時武行衆も随行しており、針の人所は、臨時の成長としての機能を有していた。1、草津村に大石村ん下田上村4、上田上村5、 静村6、今生村7、葉山村8、春田村9、大宝村10、物延部村11、時は村12、笠縫野の村13、山田村14、籠城村15、瀬田村。ありがとうございます。